玉川村の猿なし畑では今月上旬から猿なしの収穫が始まり、今収穫のピークを迎えています。猿なしはキウイフルーツの仲間で、その美味しさから猿がすぐに食べてなくなってしまうことからその名がついたとされています。今日は生産組合の人たちが数センチほどに育った猿なしを一つ一つ丁寧に収穫していました。今年は梅雨の長雨と猛暑による天候不順で収穫量は少ないものの、大きさや味は十分だということです。猿なしの収穫は来月中旬まで行われ、玉川村の道の駅などで販売されます。